私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。44歳のメイク、写真の美しさ、氷川きよしが限界を超える。滑らかな肌。6月3日から7月4日まで、芝居と音楽ライブの2部構成の特別公演を明治座で開催中の氷川さん。開演の数時間前に同投稿を行っており、今日も老若男女のお客様。お待ちしてますねバイキーアイナと公演に足を運んでくれるファンにメッセージも届けていました。近年はデビュー当時から貫いてきた演歌界のプリンスというパブリックイメージを打破し、自分らしさを美しく貫く姿が注目を集めている氷川さん。歌手として作り上げる世界観も進化を遂げており、2021年9月に開催した自身初のポップスコンサート、氷川きよしアワーやレリースト2021では、幼稚やな魔女を思わせる漆黒のドレスやエナメル素材のボディースーツなど創造性あふれる衣装も話題を呼びました。ド、スピン泣き笑いの絵文字とコメントを添えて移動中の車内で自殺りしたスピンショットを公開した氷川さん。タンクトップから肩を覗かせたセクシーかつ上品な私服姿で写っており、ノーメイクでも十分に凛々しい目元や40代中盤という年齢を感じさせない美肌が印象的です。歌手の氷川きよしさんが6月26日にインスタグラムを更新。明治座での特別公演が数時間後に迫る中、メイク前のスピンショットを公開しています。お肌ツルツルだ。この投稿の写真からのファンのコメントは次の通りです。スピンの氷川さんも魅力的です。ね。最近は氷川さんは歌手活動だけでなく、舞台のお仕事もしていますが、もともと顔立ちが整っているので、どんな役柄を演じても様になりますね。SNS を見ていても日常をとても楽しんでいますし、落ち込んでいる時に明るくて楽しそうな氷川さんを見ているとなんだかこちらも元気が出てきます。氷川さんが歌うドラゴンボールの主題歌の限界突破サバイバーが好きなので、またいつか番組で披露していただきたいです。あの歌は氷川さんの明るいイメージととてもぴったりだと思います。お仕事大変だと思いますが、体調には十分に気をつけてください。これからも応援しています。見せ方って大事ですね。デビュー当時から本来の自分ではなかったとしても見せ方が上手で多くのファンを獲得してきたのに、本来の自分を解放したことで見せ方を大きく間違って違和感を通り越して不快感を感じるレベルになってきている。本来の自分を生きることは良いことだし、やる種の生きる指標にもなり得るかもしれないのに、ブランドの再構築というのは難しいものですね。本人は一般的な情報公開をしているだけでしょうから、取り上げる各種メディアの伝え方の問題かもしれません。今の時代は特にこうやって自分のしたいようにするのが一番だと思います。実際40代とは思えないほど肌が綺麗で魅力的です。いろいろな葛藤もあるだろうし、美に対してはものすごく努力をされている方なんだろうなぁと思いますね。同世代としては堂々とスッピンを晒せるのは羨ましい、しょう。私もいろいろ美容法を試してみたけど、やっぱり安物界の銭失いになってしまって大した効果は得られずでした。最近は考え方を変えて良いものを使おうと思い、気になっていたレルギルを使うようになりましたが、やっぱりすごい。肌の潤いが全然違うから、シワがどんどん目立たなくなる。氷川さんみたいにスッピンを堂々と晒せるくらいまで頑張ります。あなたはどんな人で、氷川きよしの日々の変化についてどう思いますか？丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。